くし。今朝もカラスがいっぱいいますね。大丈夫そうですが、うん、おう、あれ2日連続おらずらぞ。俺に怒られずずら。今日明日曇り予報ですね。早めにカーテン全開にします。おそらく誘引よりもこの辺の上段の適用、不要な葉の適用ですね。これ収穫終わっての適用が重要なんでしょうね、多分。いや、肌にですね。あー、結構出ちゃってるわ、これ。摘出します。19度設定、曇天2日予報ですね。なので暖房機動くかって言ったら、今日は本当19度設定なんて動かないですけど、動かすべきかといったら動かすべきです。はい、湿度がどんどん上がりますんで。3時まで25度です。なんなら転送も自動で開きます。加温しますんで炭酸ガスもしっかり。アドミラル4終了維持ですね。暑苦しくなってきました。たまに日が出て5.5 ベッド残し9時45。本日も頑張ってまいりました。今日も50 2巻。えっそおかえそか体力おかか。あ、前回切った隣ですね。はい、さようなら。よし、フィニッシュですね。 MT 昨日より増え、1165ですね。これ昨日のキュウリくん貝ですね。湿度、波板にもびちゃびちゃ雫がついてるぐらいなんで、多分これ正しいと思うんですよね。最高 99.9 っていうか100ですよね。平均 93.3、 最低70。これが露天と温度と湿度の推移ってことで、ここもう結露してますからね。びちゃびちゃなんで、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、また波板びちゃびちゃですんで。雨よけ頑張ってますね。雨よけ5月定食。はい、ピオさん、柿ですよ。おお、この柿うめえな。これいつのかうめえな。はい、皆さんこんにちは、シャタリさんです。今日は春菊の薬膳ですね。トイボックスさんに遠納ですね。そうですね、その辺で、はい、テープナー慣れてもらった感じで、もうしっかり押さえてからテープナー入れてもらえば外れません。あと適用ですね。なんか黒くて、あとは黄色くて、あの収穫終わってるようなでかい葉っぱを取ってもらうように、トイボックスさんにツルツルツルムツルツルツルを伝授しました。はい、100リッター入れましたんで、粘着剤代わりにもなる懸垂を1リッターですね。はい、ドロドロしてます。ペンタキープはキャップ2杯。 TK アリンパワーは 100ml 少量ですね。フレオも1000倍 100ml 少量ですね。G5 も1000倍 100g ですね。こちら一回ここに入れてくて、よく溶いてからポリタンクに入れます。電源オン、ちょっとアクセラー開いてチョーク閉じて、ここは同分切りにして、スターターで
ランスがまた遊びに来てますね。また春菊あたりにいました。いやカラスに結構やられてますね。あ、NSD さんに。チェックしていただいてます。だって今ダメじゃないですか。それ要検討ですね。ああ、モニターなんて。おっと、明日の朝13度ですね。点数開けて帰るぐらいがちょうどいいですね。これ。今日ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ピョッ、まあ、何もいないな。ピョッ、ハサミムシ、ダンゴムシ、ハサミムシ、ダンゴムシ、ハサミムシ、おお、取った、食べた、おい、うわ、ダンゴムシ、うわ、ダンゴムシいっぱい食べてる、うん。